きの頃から憧れのミスターカートゥーン。死ななかったかもしれないけど怪我してたなって思うぐらいの勢いだったから、このタトゥーで救われたなっていうのもあるし。ミスターカートゥーンのタトゥーで取れるやつが何人だって話かもね。この俺はジャパニーズとアメリカンだからつって、ここに日照の雲から隠れた太陽を映してないけど、こっちはアメリカでこっちが日本で音楽やってるから、音符で逆のトライバルでとかでピエロ入れてくれて、僕はアジア中回ってほとんどのイミグレーション、あの税関ですね、時に日本とアメリカ行ったりしながら、なんか大金持って入ったり出たりしちゃいけないのも知らないで、何百万も持ってて、お前これ何やってんのこのとかねって言って言われたんですよ、税関で。はっつって、ミスターカートゥーンつったら、おーいいよつって、半端じゃないんですよと。そういうのがなんかお届けできればというか、そういう世界が、そういうスペースが、そういうヒップホップがこの世にマジであるって話みたいな。やっぱカートゥーンの何がいいって、掘ってる人たちがダセい人誰も掘ってねえから、全員イケてる人だし、昔無名だったラッパー全員カートゥーンを掘ってるやつ、カートゥーンに掘られたやつは運が良くなって上がるんじゃねえのっていうぐらい。で俺はそれを受け取ってるリアルな一人だった。はい。